この番組は平成初期に生まれたアラサー男性2人が世の中に埋もれているなと思い込んでいる名作たちを発掘して広めていく番組です。ちょっと噛みかけたパーソナリティのチャーです。ゆういちろうです。はい、今週もよろしくお願いします。はい、まあね、これぐらいの甘噛みはねご愛嬌ということでですね。はい、ゆういちろうさん甘噛み好きですもんね。はい、もう甘噛みっていう作品がねめちゃくちゃ好きなんで、これいつかね語りたいですね。はいはい、というわけで今回お便りが届いているとのことですけども、そうなんですよ。お便りが届いてるんですけど、これねちょっとクレームなんですよ。クレームです。いや、もうそれは真摯に受け止めないといけないですね。そうですね、 CS 上げていかないといけないですからね。カスタマーサービス、カスタマーサービスじゃないですね、カスタマーサティスファクションですね。あ、サティスファクションね、はい、はい。そう、サービスのクオリティ上昇の意味かなって思っちゃったんで、まあ、というわけでですよ、今回のお便りをちょっと読んでいくんですけど、はい、ちょっと1回僕読んじゃったんで2回目なんですけど、ちょっと1回目の時の反応でいくんでついてきてください。はい、いきますね。ラジオネームがなかったので七市のエアプさんにしておきます。ナナシーのエアプさんからのお便り、パーソナリティへ一言です。ゆういちろうさん、チャー、はじめまして。なんで俺だけ呼び捨てやねん。ラジオたまに聞いています。毎回聞け。なんやねん、なんか俺のこと雑に扱って、しかもラジオたまに聞いてます。嘘でもいいからいつも聞いてますね、せいろ。突然ですがクレームのようなメールです。あ、もう自分で言っちゃってるんですね。はい、自分であのクレームですともう宣言されてます。以前配信されていた1周年記念の回についてですが、全然自己紹介していませんよね。どう思いますか。はい、あの僕ら自己紹介と言いながらやったことは、あの好きな PV を語り合うだけの回でしたね。そうですね、ソールドアウトのイルカと乃木坂46の、今話したい誰かがいるについて語っただけの通常回でしたと。はい、ゆういちろうさんはともかく、チャーリーに関しては本当に自己紹介する気持ちを感じられませんでした。俺の知り合いやないかと。そのチャーリーっていうのが元々のねあだ名なんですよね、チャーさんの。そうなんですよ、あの中高の時の友達はほぼみんな僕のことをチャーリーと呼んでて、まあ、突然お前今日からチャーリーなんて中1の時に言われてから、まあ、6年間チャーリーが浸透してたわけなんですけども、はい、まあ、このラジオでは当然ながらチャートしか名乗ってないので、まさかチャーリーってね書いてくるということも、これも犯人探ししてくれって言ってるようなもんなんで、うんうん、これ僕全力でこれからこいつを誰か突き止めます。いつか名指しで指名されることがあるんですね。震えて待て。はい、ちょっと続きいきますよ。はい、まあ、自己紹介してなかったということなので、せっかくなので自己紹介項目を送ります。改めてちゃんと自己紹介してください。おお、ちゃんと項目用意してくれてるんですね。10問用意してくれてます。 10？ はい、いや、これでやっと僕らもねちゃんと自己紹介できるってものですね。はい、で10項目の最後に、後に全部きちんとお答えください、よろしくお願いしますと書いてます。あ、もうちゃんと答えてくださいと。はい、うんうん、というわけでゆういちろうさん、ちゃんと答えていくように一緒に頑張りましょう。はい、ちょっとね誠心誠意、いやでもなんかこの文面からするとね嫌な予感がするんですけど、いやでもね、リスナーさんからのこうお願い事というか、せっかく時間を割いてこうって僕らのラジオに送ってきてくれたバカ野郎がいるんで。バカ野郎がね。はい、まあこいつが誰かはもうちょっと僕の方で調べておきますので、はい、せっかくなんでしっかり答えていきましょうよ。まあね、バカ野郎にはバカ野郎なりの礼儀でね返してあげるっていうのがこのバカ野郎界のね通例なんでね。バカ野郎界っていうものは初めて聞いたんですけど、その通例をねちゃんとやっていきましょうよ。はい、お願いします。はい、それでは行きましょう。
エアオシラジオではリスナーさんからのお便りを募集中です。ツイッターのプロフィール欄、または各ポッドキャストの概要欄から送ってくださいね。お待ちしてます。お悩み相談も待ってます。はい。それではですよ。七種のヤプさんからの自己紹介項目第1問、好きな芸能人は誰ですか？おお、結構難しい、僕が苦手とする質問ですね。まあそうですね、まあ、せっかくなんで男女一人ずつでもサクッといきましょう。あ、いいですね。はい、そうですね、男性やと、でも女性はねすぐ出てくるんですよ。はい、あ、じゃあ女性どうぞ。はい、長作ひろみさんですね。あ、そうですね、ゆういちろうさん好きですよね。はい、あの特にあのこれはねちょっと僕あんまりドラマとか見ないんですけど、もう長作さんは僕あの高校生ぐらいの時ですかね、お姿見てもうなんかもう理想の僕の一番好きなもうビジュアルの塊なんですよ。好みにぶっ刺さりってことですよね。はい、これね、よくない言い方もしてないですけど、もう見た目がもうとてもタイプなんですよね。ああ、まあまあいいんじゃないですか。好きな芸能人って結局そこやと思うんですよ、僕は。まあ確かにそうですね。じゃあ僕も女性芸能人で好きな人、まああのね、その好みぶっ刺さりのビジュアルだったら白石麻衣さんなんですけど、はい、トータルでぶっ刺さってるのが麻生久美子さんなんですよ。ああ、はい。どちらもね、あのちょっといい感じのお姉さんの、ね、女優さんですけど。確かにあの僕の長作さんはちょっとね可愛いタイプのお姉さんですけど、特にね麻生久美子さんはもうね雰囲気がすごいですよね。そうなんですよね、あの雰囲気とキャラとなんか。うん、いいなって思って語彙力がなくなってる。これもね、あの僕もね多分高校生ぐらいの時にね、あの見たドラマで、はい、麻生久美子さん見て、俺この人と結婚したら絶対幸せな生活送れるわって思ったんですよ。なんか憧れ方がちょっと具体的で嫌ですね。まあでも知らないですよ、あの高校生の時は結婚に夢を見ていくじゃないですか。将来俺はどんな人と結婚するんかなと思って、うんうん、まあ、テレビ見たら麻生久美子さん見て、雰囲気いいし、ね、見た目も美人さんですし、うんうん、かわいいし、あ、俺この人とだったら幸せな家庭絶対築けるわって思いましたよ。もう幸せな家庭築けそうという意味でももう一番だと。そうですね。なんか高校生の時ですよね、それ。高校生の時です。もうなんかもうそんなこと僕考えたことなかったですけどね。まあ、まあ、僕結構現実主義者なんで。あ、すごいリアリストなんですね。リアリストですよ、もちろん。ね、僕はよくねビッグドリーマーって言われがちなんで。ビッグドリーマーですか。はい。まあ、ビッグマウスより全然マシだと思うんでいいと思います。ありがとうございます。はい。あ、せっかくなんで男性芸能人好きな人言っちゃっていいですか？あ、はい。めっちゃなりたいっていう、この人になりたいっていう人がいるんですよ。おお、はい。椎名桔平さんです。ああ、確かにめちゃくちゃかっこいいですね。もうあのかっこよさはもう僕ちょっと出せないと思うんですよ、大人になっても。まあ大人ですけど、あんなおじさんには多分なれないと思うんですよね。うんうん。でもそのやっぱ憧れですよ。ああいうおっさんってすごいかっこいいなと思ってて。そうですね。はい。僕の好きな芸能人、男性芸能人は椎名桔平さんです。ねえ、このひげを生やしててもなんか清潔感じゃないですけどありますよね。ありますよね。出ました。好きな男性芸能人。あ、そうですね。僕もなんかこう話聞いてたら思い出してきたんですけど。はい。僕が一番かっこいいなって思ってる芸能人、はい、中村獅童さんですね。
おお、そっち系なんですね。そうなんですよ。僕自身が結構ね、なんか、まあ、一言言ったらなよっとしてるんで。そうかな。そうでもないですかね。まあ、でもね、あの雰囲気、なんかちょっといかつい感じ。はい。いや、ちょっと憧れありますね。まあ、確かにあの人ワイルドですよね。はい、第2問いきます。はい、これ普通なんですよね。好きな食べ物、料理は何ですか？お、なんか全然あれですね、すごく良いリスナーさんですね。七種のヤップさんね、もうちょっと誰か気になってるんですけど、これめちゃめちゃいい質問くれてますよ。はい、これきっとあれですよね、あのゆういちろうガチ押し、チャーガチ押しの人が僕らにこうプレゼントというかね、手料理踏まえるように質問してくれてるのかもしれないですよ。すごい、もうね、ツンデレですね。で、好きな食べ物、せっかくの手料理チャンスなんですけど、はい、好きな食べ物は牡蠣、オイスターの方の牡蠣ですね。牡蠣、あ、海のミルクですね。あ、はい、そうなんですよ。あの、僕柿食べれないんですよ。え、そうなんですか。ちょっとあの独特の風味が苦手なんですよ。あ、そういう、まあそういう方もいらっしゃいますよね。はい、え、柿すごいな、食えるのいいな。いや、あの、まあ、当たるかもしれないというね、リスクを背負いながら、あのミルキーなっていうかね、クリーミーなあの味をね、僕、はい、焼き牡蠣が一番好きなんですけど、醤油ちょろっと垂らして、はい、レモンを絞って、もう殻をね、もう持ってズズッといくのが最高に好きなんですよ。多分一番贅沢寄りの食べ方ですよね。はい、ただね、まあ、これやと、あの、僕をねガチ押ししてくれているリスナーさんいらっしゃったら、さすがにあの手料理ではこれは難しいんで、まあ、一緒に飲みに行きましょうですね。まあそうですよね、あの牡蠣といえば広島なんで、裕次郎さんに、あの、わしも牡蠣好きじゃけ、一緒に行くけって一瞬カープ女子が出てきておって思ったんですけど、はい、やっぱりチャーさんの声聞くと、あのすごいもうひげ面のおっさんがやかましいわ。はい、チャーさんの好きな食べ物、料理って何でしょう？そうですね、まあいっぱいあるんですけど、やっぱ女の子からもらえるとしたら、チョコレートですよ、僕は。ちょっと待ってください。はい。あの、好きな食べ物、料理の話なんで。いや、チョコレートめっちゃ好きなんですよ。まずチョコレート好きな理由が、生まれが2月16日なんですよね。そうですよ、バレンタインデーなんですよね。はい、だから巷ではチョコレートプリンスって呼ばれてるんですけど、まあチョコレートプリンス的には、あの、結構ね、いろんなチョコ食べてて、はい、これはマジで美味しいチョコと美味しくないチョコとかいろいろあるんですよ、僕の中で。はい、なんか甘いの食べたいなっていうタイミングってみんなあるじゃないですか。はい、でそのタイミングでやっぱり食べたいのってアイスクリームかチョコレートなんですよ。まあまあまあ、うん、で結構そのチョコ食べだしたら止まんなくなっちゃって、はいはい、それぐらいチョコ、あの、好きなんですよ本当に。うんうん、で、まあ、チョコレートの思い出も結構あって、あのちょっとした昔話なんですけど、はい、高校生の時にめっちゃ好きやった女の子いてるんですよ。はい、でその子が僕の席の前やったんですよ。はい、さもめちゃめちゃ真面目な子で、授業中にもうこうふざけるやつっておるじゃないですか。ああ、いますね。絶対ふざけないんですよ。うんうん、その子がですよ、ある日授業中にくるっとこっち向いてきて、おいしそうなチョコレートあったから一緒に食べようって言って、おお、もちショコラをこう買ってきてくれてるわけですよ。もちショコラ、はい、あのね、コンビニで売ってたんですけど、
あの小遣い制の僕からしたらちょっと高くてあんま買わなかったんですよ。ああ、やっぱちょっといいやつなんですね。はい。でそれをですよ、僕のためにわざわざ買ってきたの。で一緒に食べようと、しかも授業中に。授業中ですか。はい。こんなんさ、俺手間をやろうってなるじゃないですか。確かに。はい。まあ、そこで、まあ、チョコレート好きが災いして、そのね、悪女の手に僕は落ちていくわけなんですよ。てか、おお、はい、雲行きが怪しくなってきたぞ。なっちゃん聞いてるか、おめえのことだ。これがあれですね、あの、チャーさんのファムファタール、なっちゃんのお話です。ファムファタール、なっちゃん。おい、これまさかおめえじゃねえよな。違うな。疑ってる。絶対違います、絶対違います。というわけで第3問に行きますよ。はい、第3問お願いします。はい。お酒は飲みますか？飲むなら好きなお酒は何ですか？お、これはもう僕にぶっ刺さる質問ですね。そうですね、ゆういちろうさん飲んだくれですもんね。いや本当に飲んだくれなんですよ。はい、どうぞお好きなお酒を教えてください。はい、まあ、僕好きなのが日本酒とウイスキーが、まあ、結構好きなんですけど、はい、日本酒で言えば岐阜の飛騨高山の飛騨にある酒造で、はい、お名前がちょっと決まってくださいね。じゃあその間にちょっと飛騨についてお話したんですけど、僕ちっちゃい頃に電車が大好きであって、でそこであのワイドビュー飛騨っていう電車があるんですけど、それと同じ電車が勝浦の、和歌山県の那智勝浦まで来てるってことを知ってて、ちょっとおじいちゃんとかおばあちゃんに自慢したことがあって、それだけです。飛騨、はい、来てるよって。飛騨来るよって。はい。はい、飛騨の渡辺酒造さんですね。はい、渡辺さん。はい、そこの蓬莱っていうお酒がすごく美味しいです。渡辺酒造さんの、サブマリン、なんて言ったらいいの？何も合ってない。野球の話したいだけやんかこいつ。渡辺酒造さんの蓬莱。はい、蓬莱ですね。ああ、その渡辺酒造さんの蓬莱があるとき551じゃないん。あ、ちゃうんか。もう一つの話にネタ二つも突っ込んでた。このラジオマジで終わらへんからね。はい、すいません。はい、まあ、これがね、なんて言ったらいいんでしょうね。僕の好みの日本酒で、口当たりはすごい甘口なんですけど、はい。だから結構ふわっと香りが最初は入っていって、最後ちょっとキリッて締まるような後味がするんですよね。甘口ってことなんですけど、はい。ごめんなさい、僕日本酒があんまり飲んだことないわけじゃないんですけど、あんまり種類知らなくて、はい。獺祭って甘口ですか、あれ。獺祭は僕は甘口にも辛口にも入れないですね。あ、じゃあ獺祭よりも甘いんですね。そうですね。あ、じゃあすごい飲みやすそうですね。そうですね。獺祭ってあの、なんかね、僕の中で日本酒のこのベンチマークっていうか、ここが基準なんですよ、獺祭が。ああ、獺祭が基準なんですか。あの、なんでかっていうと、あの、獺祭って普段日本酒飲まない人にもすごい飲みやすいお酒になってて、はい。だからあの個性がね、なんかあえて抑えられてるというか優等生な感じなんですよ。あ、確かに僕が日本酒飲んだらすぐ酔っ払っちゃうんですけど、獺祭は結構量飲めたんですよ。酔っ払ったんですけど、はい。二日酔いで会社行ったんですよ、次の日。結果酔っとるやんか。朝礼の最中にってなって、すみませんっつってトイレ行きましょう。やばい。はい、というわけでね、あの、そうですね、日本酒界のセイバーが獺祭です。じゃあ蓬莱さんは、
もうちょっと甘口でなんかこうキリッといくんで、あ、結構難しいな、これ自分で言って失敗した自分で言って失敗したよ、例えられないよはい、まあ飲みやすいお酒で日本酒とか飲んだことあんまない人とかでもおすすめできるよっていうお酒ですよね。そうですね、あの甘口のいいところと辛口のいいところを両方取ってるような感じなんで、はい。じゃあというわけで僕の方ですね、はい、はい、僕はその雄一郎さんほど飲まなくて、まあ週に1回飲むか飲まないかぐらいなんですけど、はい、まあ、好きなのはやっぱりもうずっとなんですよ、梅酒ロックですね。ああ、いいですね。でベタなんですけど、あんまりお酒好きじゃないんで、お金をかけたくないんですよ、お酒に。お酒飲みたいなっていう時も別に安い酒で満足できるんで、うんうん、なんかその晩酌に重きを置いてないんですよ。はい。ただ梅酒に関してはちょっとだけ高いの買ってもいいかなみたいな感じなんで、うんうん、ベタ中のベタですけど、ザ・蝶屋ですね。いや、蝶屋の梅酒は美味しいですよ、本当に。はい。の中でもあのザ・蝶屋、あれが一番うまいです。おお。あれを初めて飲んだ時、多分1リッターぐらいあるのかな、あれの瓶を全部一回で飲んじゃって、ちょっと、やっちまった感半端なかったですね。もうちょっとチャーさんあれですね、行くとき結構ガッツリ行っちゃうんですね。そうですね。はい、本当にね、酒は飲んでも飲まれるなで行きましょう。あとうちの親父に一言言っておくぞ。息子が彼女からもらったお土産の梅酒全部飲むな、一人で飲むな楽しみにしてたな、金沢からのお土産のあの金箔の入った梅酒おもろ10分の1ぐらい飲んだとこで親父にちょっとお供も飲んでいいって言うから、おう、ええよ、ちょっと飲んでええよって言ったら、なんか知らない間に瓶がなくなってたんでいやー、まあ美味しいお酒だったんでしょうね。美味しいお酒でも息子の彼女からのお土産を取るな親父に寝取られてしまったんですね、残念ですね。ちょっとそういうのやめていただきます水曜アプリはい、まあ、ちょっとすごいまともなのが続くんですけど、はい、第4問、子どもの頃に大好きだったものは何ですか。おめちゃくちゃいい質問じゃないですか。はい、まあ、これ僕ちょっとあっさりいくんですけど、はい、まあ、このラジオでも語ってる通りウルトラマンティガにハマってたんですけども、はい、それより以前に、もう本当に3歳4歳の頃ですよね、はい、鉄オタでしょ僕。おお、はい、あの見る線とかでもなく乗る線でもなく、もうただただ特急が好きっていう。あ、でも分かりますよ、僕もちっちゃい頃新幹線とかすごい好きでした。僕はあの弟が生まれるってなった時に、その両親になんかあの子供の名前、弟が生まれるから弟の名前一緒に考えてくれるって言われて、はい考えるって言って必死に考えた結果、うん、両親に持っていったのが、札幌を走る特急スーパーホワイトアロー弟の名前をスーパーホワイトアローにしようとしました僕は。いやでもかっこいいじゃないですか、はい、超白い矢って書いてスーパーホワイトアローです。あー、白い矢、はい、セイントセイヤみたいですけど確かに確かに、はい、その頃その特急とか新幹線とか寝台特急とか全部好きだったんで、ただそのウルトラマンにハマってからも鉄道なんかどうでもよくなっちゃって、でそのままこう年を重ねていくんですよ。はい、18歳の時ですよ、新大阪駅の近くで寝台特急トワイライトエクスプレスを目撃したんですよ。ああ、はい。僕、興奮しましょう、久々に。なんか、あ、子供の頃好きだったのって、なんか、この年になっても興奮するんやなと思って。あ、やっぱありますよね、そういうのね。あの時はさすがに携帯出して写真撮りまくりました。確かに、僕も、なんか、この間、大阪駅で、
ディーゼル車が止まってて、はい、でも大阪駅にディーゼル車止まるって思って、僕もちょっと写メ撮りましたね。じゃあ同じ穴のムジナってことですね。弟にね、スーパーホワイトアローはちょっとつけないかなと思うんで、一緒にしてもらうのはちょっと違うかなと思うんですけど。そんなに拒絶するんや。手のひら返し。じゃあ、ゆういちろうさんの子供の頃にハマってたのなんですか？そうですね。まあ、電車僕も好きだったんですけど、まあ、人とちょっと違うなって思うところは、はい。戦国武将がすごい好きだったんですよ。おお。まあ、なんかね、歴史というよりはなんか戦国武将が好きで、いろんな人のね、エピソード聞いたりとかするのがすごい好きだったんですよ。はいはい。で、なんか今パッと出てくる人が一人いて、すんごい、すんごい好きなエピソードが一人いるんですよ。はい。山陰、出雲の方の戦国武将に、はい、雨子常日、はい、実は今、僕の好きな戦国武将のお話させてもらったんですけど、長すぎたので、後日公開します。今、リスナーさんからのクレーム対応してるんですけど、今僕がクレーム言いましたよ。長いっつって。どんだけ喋るんやっつって。普段僕がね、じゃあさんいつもね、ちょっと長くないかって。はい。言いがちやのに、ちょっと、やっぱりね、ちっちゃいこと好きやったものって、片出ちゃうんですね。まあでも、ゆうしなさん、終わんないっすよ。まだ半分いってないっすよ。マジで終わんないですね、これね。まあ、というわけでですよ、もう5問目を前半最後とさせてもらって、続きは次回にしたいんで、5問目だけサクッと終わらしましょう。はい、じゃあちょっとお願いします。はい、じゃあ、ゆうしなさん、もうすぐ答えてくださいよ。はい。結婚していますか？彼女はいますか？そうですね。僕は、世の中に、彼女は35億いますね。でん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 。でん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 。35億。でん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 。ブルゾン雄一郎。僕にも聞いてください。あ、チャーさん。じゃあ行きますよ。はい。じゃあチャーさん、結婚されていますか？彼女はいますか？僕の恋人は、このラジオのリスナーさ。腹立つなぁ。なんかちょっと、アムドさんに似せようとしているところが余計に腹立ちますね。女性ファンが欲しい。欲望が。もう連れに聞かれててもええから女性ファンが欲しい。心の欲望が溢れ出ている。というわけで、ここまでを前半とさせていただきます。はい。はい。次回、残り5問は、来週の後編で、公開しますので、ぜひ、次週も聞いてください。はい。ここまでお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。あと、このクレーマー、絶対誰か突き止めるからな。また送ってきてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらいいねや高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。更新情報はツイッターで発信しています。ハッシュタグエアオシで検索してみてください。ツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回ありがとうございました。